えー、皆さんこんこにちは、えー、今日は、えー、とマーティールーサー・キングのあ言葉を紹介したいと思います。えー、Injustice anywhere is a s t r e t to justice everywhere というあの言葉を紹介したいと思います。えー、この言葉の意味は、えー、があるところにあれば、一つでもあれば、それがあらゆる正義の、えー、脅威になる。 っていうあの言葉で、で今日もえ聞き手の人にちょっと聞いてもらって、それに答える形でえこの名言のあ自分なりのあ意味をちょっと考えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えではなぜこの言葉を今回選ばれたんですか。<laughs> そうですね。えー、っとまあこの言葉をまあ選んだ理由はそのキング牧師の一番。えー 有名な言葉ってアイハバードリームがまあ一番多分有名な言葉で私には夢があるっていうまあ演説でまあ最終的に名演説としてまあ20世紀最大の演説とか言われてるんだけどそういったあの演説で有名なアイハバードリームっていうのをまあ最初にね俺も浮かんだんだけどリあリティルサイキングをこう調べていくうちに、まあ ちょっと今回このあの名言にしたんだよね。で、やっぱこの言葉の意味をね、あのちょっとまあ考えたときに、そのどうしても人間ってまあちょっとぐらいあのこうまあなんていうの、合理的に生きるっていうかさ、まあまあいいだろうとか、まあその世の中生きていく上でその完璧じゃないってことはよくあるんで、そのどうしても あのまあずるいこととかあのまあ卑怯なことっていうか、まあ、まあよく言えば現実的に生きるっていう,いうことなんだけどでもそれが生き過ぎると正義が一つでもその脅かされるエニあるところの一点において脅かされるとそれがその針の一欠じゃないけどどんどん広がっていってそれがあらゆる正義にその脅かされるつまりまあもっと言えば その今ある生活とか民主主義の根底とかも全部破壊されますよっていうのがその,その言葉の意味だと思うんだよね。その言葉を聞いた時にやっぱりまあもちろん現実的に生きるっていうのも大事だからその塩梅なんだけどただ打算的に生き過ぎて崩れていってそのまあこ,のこれぐらいの不正だったらいいだろうとかまあこんぐらいだったらいいだろうっていうのがそのあらゆるあのこの生活の基盤とかその政治体制とかね そういったものに全部影響してくるっていうふうなことをこの言葉から感じたんでこの改めてこうなんていうかな正義の重要性っていうかあのこう正直に生きるとかね誠実に生きるっていうことの,、まあその大切さをちょっと教えてくれた名言だったんでぜひ皆さんに紹介したいなと思って今回この動画を撮りましたあのマーティン・ルーサー・キングが「うん、I have a dream」って言った言葉「うん、I have a dream」っていうあの演説は 1963年だと思うなんで1963年っていうふうにあの記憶してるかっていうと1863年が奴隷解放の奴隷解放林間が奴隷解放した時なんだよねそっから100年後に行われた演説がその,あのキング牧師のあの I have a dream って有名なあの演説なのだからその100年スパンで そのちょうど100年後にあの彼がそのあの演説したっていうんで、まあ、有名なので <laughs> まあこの言葉から分かるようにこのマーティールーサン・キングっていう人は常、うん、に真実って言ったところを大切にしてたっていうまあ正義かな正義,、うん、正義やっぱりななあのルーサン・キングの生い立ちを、まあ、じゃあ軽く説明するとルーサン・キングはあのまあ 普通の家庭に生まれて、黒人家庭、まあ、黒人家庭に生まれたんだけど、最初のその,あの差別体験っていうのは6歳の時なのね。6歳の時にその友達と遊んでたら、その白人の親、子さんにあの、いやもうあなたたちと遊ばせないって言われたのをきっかけに、初めて人主差別を体験するわけよ。で、そこから、まああの、まあ、かなり優秀で、で、あの大学行って、その時に法学の道か、それか、えっとあの、牧師の道かをこう迷うんだけど、 その彼は牧師の道を選択するわけ。で、牧師の道を選択しててで、で、高校時代もね、だからあの弁論大会優勝したりね、結構その、何だろう、もともとやっぱり喋る能力は高かったみたいね。だけど、その一番その表で出台に出てくるっていうか、まあ、歴史にこうやってあの名を轟かせていく、その一つの段階としては、あのバスのボイコット運動っていうのが起きるわけよ。 でバスのーイコット運動っていうのは、これ、どういう風に経緯で始まるかっていうと、ローザ・パークスっていう人が、あ,のある人あの、バスに乗った。だから当時の法律だと、あの白人あの黒人黒人の人たちはあの、バスの後方部に乗らなきゃいけないっていう、そういう法律があったぐらいの、州によってはね。で、だけど、それに抵抗したわけ。で、どけって言われたら、それに、いや、私はどかないって言ったら、なんか逮捕されたわけ。 でそれはさすがおかしいだろっつってあのあのキング牧師とかその黒人が立ち上がっていくわけね。で、それで要はその時の中心的リーダーになったのがバスのボイコットをしたんだけどバスを、まあ、黒人に乗らないっていうふうにバスコップもボイコット運動をしたんだけどそれの中心的リーダーが、まあ、そのルーサー・キングだったわけ。だからここもやっぱ歴史の面白さでもしローザ・パークスがいなかったら多分ルーサー・キングもこういうふうな,なんていうのかな ここまでの大きなことできなかったかもしれない。ローザ・パックスって女の同じ人なんだけどね。だから、やっぱり一人一人になんかね、この歴史のこういう話を見てるといつも思うんだけど、一人一人の役割があるんだよね。だから、その、一見、その、キング牧師にこう、あの日が当たりがちだけど、やっぱその前段階にいくつもやっぱ、まあ、このローザ・パックスだけじゃないと思うんだよ、本当。は。それはあの、俺はさ、その場にいるわけじゃないから、全部は把握しきれないけども。 でもローザ・パックスの人たちがいるようにいろんなことが重なってそのキング・ボックシっていうそのいわゆるあの,そのなんていうかな黒人のまあ差別撤廃っていうそれを大きなアメリカにおいてのそのなんて業績を作り上げたそういう功績になっていくわけだよねだからそれがやっぱすごいなと思うね思ったらまた人,なんかこう人生の凄さっていうかさダイナミズムっていうかさ まあ言葉で言ってるようにやっぱり正義っていうのを、まあ、ここで立ち上がって、ね、そうだねだからまあその名言つなげるとしたらやっぱその正義だからあのキングボクシーにとっての正義ってやっぱりっぱその差別だったんだろうね差別の,その黒人と白人というのがそのなんていうの一緒に同じ平等の権利を与えられてないっていうことにやっぱりあのその正義感がこうバーってやっぱり溢れ出たっていうね でまあ、当然のことだしね、だからそれはもう本当に、あのいや、今の俺らからすると、特に日本に住んでると差別とかないから、なね、その当たり前のようにね、差別ならだめじゃないかっていう思うけど、まあ、当時とかしてはやっぱり画期的だったわけですね。だからそれは、うんうん、すごい人物だったなと思う。 こうなんかそのバスの後ろに乗んなきゃいけないっていう当たり前を、うん、当たり前じゃ,ないんじゃないんだぞっていうふうにそう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 からそこだよねだから気づけるそうそう,そう,そうだから、まあ、それまではみんなやっぱ乗ってたわけだよねあの1863年に奴隷解放制限なんだよね奴隷解放制限八1863年に奴隷解放制限されて臨館で、ね、であくまであれって今思うとこのキングボクシーのその歴史をだからひもくと 1863年の奴隷解放宣言っていうのはあくまで奴隷解放であって差別撤廃ではなかったんだよ。だから奴隷解放が林間で起きたけどもそこから実は差別はずっと続いてて。で、それをそこから差別から解放したのがやっぱキング牧師。うん、1963年に。その100年後に。しかも100年後だってちょうど。100年後にキング牧師が解放するっていう、まあ、なんていうのかな。この偶然なんだけど、まあ、 偶然のように思えないような、この、測ったようなさ、なんかそうタイミングっちゃタイミングなんだけどね。うんそう。かな。じゃあ、えー、今日は、えー、キング牧師の、えー、名言、えー、justice anywhere is a threat to justice everywhere。あるところに正、えー、不正義があれば、あらゆるところのあ不正義のあ、正義の恐れになる。 国師の、えー、人生を振り返って、うん、その正,正義の大事さその小さなこともやっぱそれをしっかりやっていくなるべく不正というものを許さずに、まあ、すごく難しいことではあるけれども正義を積み重ねていく作業というのが民主主義を僕たちの普通の生活を、まあ、支えているんだなと、えー、思いました。はい えー、今日もご視聴ありがとうございましたよかったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします